はい、皆様どうも、マフロです。それでは、桐姫スイーツやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ね、7つの滞在ですか。はい、こちらのバイゼル喧嘩祭り、こちらの方をやりました。はい、もう一つね、出ておりますので、こちらの方をやってみたいと思います。それでは行ってみましょう。とりあえず前回プラチナの人を使わせてもらったから、今回は金箱の方使わせていただきましょう。はい、お湯屋さん使わせてもらいましょうかね。それでは行ってみます。さあ、どんなステージでしょうか。前回の分はですね、そこまで、どういうこと？前回はね、そこまで強くなかったんですよ。で、前回当たった人、パワーアップとかレベル上げしてきました。使ってみましょうか。耐えた。やっぱりプラスがないとそこまで強くないんですよ。戦ってる。とりあえず。やっぱでも覚醒色に比べたらってなりますよね。それとも特殊な技があるのか。もう一回使ってみる。森の妖精にむっちゃ強いとか、あとで使ってみよう。とりあえずどんどん行きましょう。金箱の方は、はい、ノンさん使わせていただきましょう。何の音今の？カポカポ言ってるよ。普通に耐えてるあの人。じゃあ撃てー。お、粘るな。これ最終クリアできないパターンかな。210だけど強め。
田さんか。カッパも言ってんのは。あ、飛んでった。この感じだと最終なんかコンティニューしてもできればいいけど厳しそうな予感がする。はい、ゆりぺさん使わせていただきましょう。上すぎた、やばい、当たらないんじゃ。当たったよ。
あーそろそろ長期券になったしヤバキチな気がするな。はい、じゃあ六冊さん使わせていただきましょうか。500だってやばいな、これは。とりあえずオカマ取ろう。まっすぐ突っ込めば2人切ってくれるかな。蹴りない。厳しいでしょ、もう5蹴りだけど。とりあえず王冠を集めよう。集まってない。わあ、これ10蹴りはきついな。もらえないとスロット回せないんですが。まずい。
700ぐらいか。それは次はあれだな、助っ人さん使わないと厳しい。強い助っ人さん使えばとりあえずここはいけそうか。じゃあいける。問題次だけどな。とりあえず王冠取ってみる。プレ付け欲しいんだよ。まあ、ディアンヌさん使わせてもらいましょうか。じゃあどんな感じなんだろう。あれこうか。ああそう使ったね前回この人。とりあえずどついてみよう。あ、でどつかないんだって一回この人は。そうだった。いやー一回目どつかないんだったね。700か。おーでも強い、めっちゃ強い。やっぱ届かないんだよね。そうだよな、真ん中に置けばよかったな。ちょっと前に出てってやってくれる人だったらあれだっただろうけど。当たんねえ。今回は王冠で諦めよう。蹴り数は諦めよう。取れば、負ければ。さすがに一撃では無理か。
発でいけそう。あーやばい残った関根さんでやっつけてくれるかな。もういけた、よかった。まあ、どっちにしろケリ数足りないか。ハートだけ取りたいな。もんかよし、やってみよう。今度は王冠取らなくて。でも助っ人次第になるよな。ははは、今の人じゃない。どうなんだろう。やるだけやってみようか。助っ人さんで。9蹴りないでしょう。する。とりあえず二人きっと。スケットさんで真ん中ぐらいにやる。倒してくれそう。残ってるね、ちょっとね。奥の。上に切るか、そうか。いや厳しそうね。あー滑ってる。これはちょっと一回離脱。ないとスロット回せない。あ、ヒャヌさん出てきてくれる。これで真ん中に置いてみよう。ヒャヌさん、これで
撃だ。お願いします。倒してくれれば。あーダメか、くそー、あれで倒してくれればなんとかな、よかったんだけどな。一蹴り増えてしまうな、このままじゃ。そして司令官出たもんね。あー倒しきれない、倒せ。いやーでもここで5蹴りでしょう、厳しいね。6蹴りか。ヘビメタも当たるんだ一応。9蹴りってな、まあ、この感じだとランク4はいけそう。ここは無理だな、俺には。とりあえずアイテム出るだけ出せ、いっぱい出せ。最初からでかいな、もっとでかくなる。おお、めっちゃでかくなった。めっちゃでかくなったら、めっちゃ濃いよ。元からでかかったの。おお、すげえ。11蹴りだ、12蹴りだから無理だけど。難しいね。お、新アイテム手に入れました。はい、ってことで、プレチケ足りません、回せません、すいませんでした。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。